勝間和代は、日本の著述家、評論家、学位は、ファイナンス収支、株式会社監査と、分析取締役、中央大学大学院戦略、経営研究科客員教授、東京都葛飾区生まれ、実家は、テープレコーダーのヘッドケースを、プレス加工で製造する、町工場、4人兄弟のバッシ、葛飾区立住吉小学校、慶応義塾中等部、 慶應義塾女子高等学校を経て、慶應義塾大学小学部卒業、早稲田大学大学院ファイナンス研究科専門職、学位課程を修了し、ファイナンス修士の学位を取得、須田和幸教授のゼミに参加した、高校時代から公認会計士試験の勉強を始め、23歳で公認会計士としての登録が可能となる三次試験に合格。 なお二次試験には19歳で合格しており、旧試験制度では当時の最年少記録、2009年に研修を受けなかったため日本公認会計士協会より懲戒処分を受け、2011年2月上旬に会計士協会に廃業届を提出した。また、中小企業診断試試験の合格者である大学在学中の21歳の時最初の出産をした。 三女の母である、長女は現在父親と暮らしている。二回の離婚を経験し、現在は独身、IT に詳しく、中学時代からパンチカードで、付属の大学のコンピュータでプログラムを作っていた。ニフティサーブの Windows フォーラムマルチメディア会議室のボードリーダーを務めていたこともある。ISDN を自宅に引いた時に、葛飾区の個人宅で二件目と言われた逸話もある。 第一種情報処理技術者試験の上位にあたる高度情報処理技術者の合格者でもある2015年1月マージャンのプロ団体最高位戦日本プロマージャン協会のプロ試験に合格春から D1 リーグに所属する2009年11月29日高知県高知市にてモテギ健一郎と内閣府団所ともさんが会議議員同会議 仕事と生活の調和に関する専門調査会、専門委員、小渕優子少子化担当大臣、ゼロから考える、少子化対策プロジェクトチームメンバー、総務省、ICT 成長力懇談会メンバー、事業仕分け、第3弾では総理の委任状を受け取り仕分け人として活動した。独立した2007年から著作活動を活発化し、2007年4月発売、 無理なく続けられる年収10倍アップ勉強法。2007年11月発売。お金は銀行に預けるな。2007年12月発売。効率が10倍アップする。新、知的生産術と参作が、それぞれ10万部を突破して、話題となった。2008年末現在、前述代表3作の累計部数は18万部、40万部、25万部となっている。その後の、 勝間和代のビジネス頭を作る7つのフレームワーク力ビジネス思考法の基本と実践。起きていることはすべて正しいも20万部を突破した。著作類型発行部数は500万部を超える。朝日新聞別ずり土曜版 b で、勝間式、自分ナビ宣言、毎日新聞で、勝間和代のクロストークをコラム連載するほか日経マネー、日経ビジネスアソシエ、日本経済新聞、 勝間和代の IT マーケットウォッチなどにも連載を持つ2008年5月から世界中の難民、被災民の教育支援、自立支援に向けたチャリティブックプログラムチャボを開始し和田広美、小宮一家らビジネス作家9名とともに印税の20%を寄付に充てる活動を行っている大塚ホールディングスの社外取締役を務めていたが2009年8月21日付で 在任2009年より中央大学大学院戦略経営研究科客員教授として月に1回女性の雇用管理について講義している2010年に浜田光一から常年市とともに経済学の個人レッスンを受けた2012年9月の自民党総裁選挙では安倍晋三総理大臣を求める民間人有志の会の発起人を務めた 社会政策経済政策インフレ目標による名目経済成長率の向上が必要であると、菅直人に提言し、これを受けて、菅は当時の日銀総裁、白川正明に圧力を強め、2012年2月14日に物価上昇率1%を目標とさせた、インフレ目標のために政府と日銀のアコードが有効であると、リフレ派の主張を行っている。 電力政策中部電力の原発促進のテレビ CM に起用され、経済成長のためには、エネルギーは、量とコスト両方が安定していないといけないと呼びかけていた。福島第一原発の事故に対して、放射性物質が実際より怖いと思われていることが、問題。今回の原子力の問題でも、死者が出ましたか。と原発を擁護する立場をとっている、選択的夫婦。 別姓選択的夫婦別姓制度導入に肯定的反対するものが理由として挙げる家族の仕組みがさらに弱いものになってしまうなどの意見に対し選択的別姓を取り入れている国の家族は壊れているのかと批判する死刑廃止本人が司会を自ら務める勝間和代、出来恵事にて死刑制度について私は結構強い廃止派なんですよ。もともと犯罪の原因は 必ずしもその人だけではないですから。さらに加えて、その人が死刑になっても何も解決しない。この2点なんですよと述べている。事業仕分け2010年、民主党が行った事業仕分けに仕分け人として参加し、予算削減のため的中率や噴火警報の誤報の数などを追求した。勝馬は、例えば、秋田焼山。ここ300年間に、 約9回の小規模な水蒸気噴火はあったものの、大規模な噴火は数千年前に起きたきり、その場合でも24時間体制というのはどういう理由で必要なのでしょうかと発言していた。仕分けの結果、火山観測事業の予算は平成22年度の30億8500万円から平成23年度には6億1800万円へと約5分の1に削減された。 勝馬の発言を掲載した朝日新聞の特集記事に長野県と岐阜県境で79年に有史以来初めて噴火し91年1年にも小規模な噴火を繰り返している三嶽山でさえ観測強化の対象から外されたという記述があったことから2014年の御嶽山噴火による被害拡大が勝馬のバッシングに発展した御嶽山が仕分けによって 常時監視の対象から外れたなどの誤解が広がったためである。御嶽山は火山噴火予知連絡会が47火山を選出した火山防災のために監視、観測体制の充実等が必要な火山の一つに入っており、2014年現在も24時間監視が行われており、47のうち30火山で運用されている噴火警戒レベルの対象になっている。その他、 ありがとうございます。